ようございます。釣り子 TV です。中古釣り具購入シリーズっていうことで、お得に伝説のミノーが買えちゃいましたよ。はい、というわけでね、タックルベリーでね、あの中古釣り具コーナー覗くのが、趣味なんですけども、そこでね、いいルアーがあったんでね、もう簡単に紹介していきますね。はい、これね、ラトリンログですよね、これね。440円で売ってましたよっていう感じでね、結構ね、いい色味のね、ジャークベイトが売っていたんで、ちょっと出していきますね。はい、こんな感じでね、出てきましたけどもね、結構綺麗な状態でね、中古で440円でぶら下がっていたので、ジャークベイト買ってきてみました。これがね、よく釣れるんですよね。シンプルなね、で薄いこういうすごいね、単純な感じのね、ピタッとね、板みたいなリップがついていて、これがちょっと柔らかめなんですよね。これが柔らかめで、で後ろの方はこう藍とかもすごいね、小型でキュッとした藍がついていて、この全てのねバランスがね整っていて、ジャーキングとイッチングをするとすごい横にね、いい感じで飛ぶんですよね。でこのこういう音がね、水中にね、鳴り響いて、で、こう、どうしようかな、どうしようかなっていうバスがね、思いっこうね、食いついちゃうっていうね、こういったやつなんですけども、まあ、重心移動とかは入っていないので、その分ね、こう、レスポンスよくですね、横飛びジャーキングに対応してくれるっていうね、こういった感じですかね。自分なんかはね、関東だとね、まあ、どこでも釣れるんですけど、トズラッパラダムとかね、三島湖とかでね、よく使うかな。ね、すごいね、釣れる、ジャークベイトなんで、これね、まあ、新品で買うともうちょっとしますけど、中古屋さんなんかで見つけるとね、すんごい安く買えたりするんで、見かけたら買うようにしてるんですけども、こういったクリア系のカラーと、はい、こちら、クラウン系のカラーですね。これがね、売っていたんで、ちょっと買ってきてみたんですけど、使ってないですね。はい。このね、見てください、このギラギラのこの感じ。ザ・クラウンカラーっていった感じですけども、これを横にバン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 ってね、やはり飛ばしてですね、それでもって、中層にサスペンドしてるバスを食い上げさせるっていうね、こういった感じの使い方になってくるんじゃないかなね。これとこれね、2本で880円ね、買える、ね、最高じゃないですか。これね、伝説のミノーですよ。まあ、この横にはね、最近のあったらしいね、日本のメーカーの釣れそうなね、ジャークベイトとかいっぱいね、売ってた。まあ、大体ね、いいなーって、新しいなーって、これ使ってみたいなーってやつは、中古でもね、1100円とかね、それぐらいしちゃうんですよね。ここら辺のもう本当、古くからあるね、伝説のミノーとかはね、400円台とかで買えちゃうんで、これ2本で880円だったら買いじゃないですか。で、まぁ、ちょっと針の方はね、お好みの任意の針をつけて、まぁ、ここはね、ピンシャンの日本製のね、ゴリゴリにかかるフックをつけていこうかななんて思うんですけども、出しろころとしてはもう今の時期からですよね。この真冬から春先、まぁ、間違いないですよね。あとは夏のね、もう暑い時とかね、そういった時ももちろん釣れます。で、秋の荒食いシーズンなんかも釣れて、そこからちょっと、一瞬お休みして、でもすぐにこう春一番というか、まあ真冬の1月ぐらいからね、浮かせてこう食わせるよなんていうタイミングで出すようにまたなってくるんで、1年をね通してね釣れるんじゃないかなってね、こういったね、ちょっと振るものというかね、これがまあ本当、前何かの動画でも言いましたけども、最近のベイトリールだ、まあベイトフィネスなんか投げるようなリールとかベストだと思うんですけども、それでもめちゃくちゃ飛ぶんですよね。一時重心移動がね、もうね全盛期になって、なんかこういった古いやつってのは重心移動も入ってないから飛ばないからっていう感じで、あんまりね、使わなくなったりとかね、ちょっと特殊な状況でしか使わなくなっていた印象があるんですけども、最近の本当リールだとですね、このまんま貼り付けただけでね、結構飛びますからね。で、自分なんか暴走のリザーバーで、こう、エレキでね、船で流しながら投げていったりするんで、そこだとまあそんなにね、
飛距離もいらないかなということで、近距離でこういうね、動き重視というか、まあ、重心移動とか余計なものが入ってないんで、すごいレスポンスよくね横に飛んでくれるんで、そういった時にねこのルアーよく使うので、1000円切る感じで2個も買えるんだったら買っちゃえっていう感じでね、買ってきましたっていう感じでね、また何かね中古でいいものあったらねちょびちょび買っていこうと思うんですけども、本日の、釣り子 TV はこちらね、伝説のミノス、ラトリンログが、2本で880円でね中古で買えたんで、買ってきて開封してみてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。